ウィーラー軍はアメリカ合衆国テキサス州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は5410人であり、2000年の5284人から2.4%増加した。軍庁所在地はウィーラー市であり、同軍で人口最大の町はシャムロックである。ウィーラー軍は州内に30ある禁酒軍の一つである。 公式には1876年に設立され、軍名はテキサス州最高裁判所の首席判事だったロイヤル・タイラー・ウィーラーにちなんで名付けられた。ウィーラー軍歴史博物館であるパイオニア・ウェスト博物館はシャムロック市のアメリカ国道83号線外れにある。1876年、テキサス州議会がウィーラー軍を創設した。1879年、 モビーティーが軍庁所在地に指名された。モビーティーは当時、スイートウォーターと呼ばれていたが、アビリーンの西にあるノーラン軍の軍庁所在地であるスイートウォーターと混同されるべきではないとされた。1880年に地元で切り出された材料を使って、石造りの軍庁舎が建設されたが、 1888年に木造のものに置き換えられた。1908年にはウィーラーの町が軍庁所在地に指名された。木造の軍庁舎が現在の位置に移転されたが、1925年の資金を問うた住民投票の結果、現在の構造に置き換えられた。元の建物は保安官のライリー・プライスに売却され、プライスはそれを一旦解体し、 その材料を近くの自分の牧場の内野建設に使った。現在の軍庁舎は、シャムロックの e h e ズが設計し、地元の建設会社、ヒューズキャンベルが建設した。ギリシャ復古町建築の特徴であるパラディアン様式の窓とコリント式の中列を備えている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は915平方マイルであり、 このうち陸地914平方マイル、水域は1平方マイル2.6平方キロメートルで、水域率は0.12%である。ウィーラー軍隊役軍人記念日をハネによる、福音書14から6の表示、アメリカ国道66号線沿い以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。